じゃあせっかくなんでね、ロウ君に、はい、なかなか見ないテーブルがあるんですけど、はい、ちょっと説明してもらってもいいですか。わかりました、はい、この台のメーカーは、はい、ウィラカ。ウィラカ、ウィラカ、シンガポールの会社、はい、工場は中国、広、はい、州、はい、さ2014年から、はい、契約は2022年までカタールで開催してるの男子、はいはいはい、世界選手権のオフィシャルテーブル。へえ。今の時点は日本はプロラボだけ。ああそうですか。どこもいない。確かにウィラカ見たことない。しかも、はい、今このラボあるの台の高さ、はい、ポケットのサイズ、はい、ラッシャー、はい、全部世界選手権仕様のままで注文した。ちなみにこのラッシャーは何ていうラッシャーなんですか。今ハテルは CPBA、はい、CPBA もう全く聞いても分かりませんよね、まあ、中国のそういう有名のメーカーのラッシャーですよ。でこのセッティングも世界大会と同じセッティングでやってる、はい、全く一緒。うわすごいですね。全く一緒。まあその世界大会の舞台に行く人はまあいないと思うんですけど13世紀で始めなかなかねアマチュアではもう出られないので、はい、そうですよ。本当そういうねテーブルでいつも練習してるんですか。そうやっぱロープロのこだわり、はい、そのウィラカが何であるんですか。1台1、2、3、4、5、6。あとあれはプラスチック4と5ね。あ奥その5の奥の方に喫煙スペースもあるんですよね、はい、そうです。まあジュニアもいるし、はい、ファミリーもいるし、はい、空間は絶対タバコの匂いも。そうなんです、そうなんです。僕もね、はい、去年から禁煙したのでタバコの匂いがすごい気になるんです。素晴らしい。だからこうやって分煙してもらえてるとすごく楽しいです、はい、うん、本当あの店のあの清潔感とか、はい、最高の環境で整えて全て皆さんのために、はい、ありがとうございます。そういうの助かります。ダーツもあるんですね。ダーツもあります、4台、うん、4台ね、うん、でカウンターがあって、カウンターここではもうお酒とかも。そうです、お酒とかも、お食事もできたりするんですか。そうですよ、はい。何ですか。あ、いいですね。うちの中華街の味、焼き小籠包、はい、ボロネーゼ、ちょっとおつまみタコスチップ。あ、いいじゃないですか。あと裏メニューある、はい、裏メニュー何ですか。台湾ルーローハン。あ、ルーローハン。そう、台湾行ったら食べてもらう。いや、僕ももちろんもう3日に1回は食べてるからルーローハン。台湾行ったの人はもう、はい、ルーローハンもう愛されてる。もうめちゃめちゃ美味しい。あのだからご飯にねちょっとお肉が乗ってる台湾風の丼があるんですよ、はい、ちょうど食べてる方がいらっしゃるんですよ。ちょうど食べてる方がいます。すいません、こんばんは。いや、すいません。これが噂のりょうくん、ルーローハン。そう、ルーローハンです。これね、めっちゃ美味しいです。ちなみに僕もあのマンスリーなんか遊び来て必ず食べて帰るメニューけど、限定とかで何食しかないんですよね。まあ、一回作るのはだいたい12食11食。ほんと中途半端で10食にしちゃえばいいのに。11食。いや、やっぱ1時は長いですからね。11食。なるほどね、そういうことだ。やっぱマンスリーの日はもう全て振り切れる。あね、そうなんです、うん、来た時に食べてください。ほんと美味しいから、はい。え、今日玉突き来たんですか。はい、今日はチャレマに来ました。で、まずはルーローハンで腹ごしらえして、はい、ビール飲みながら。そうです。もうこれで満足じゃないですか。帰らないですよ。帰らないですか。帰らないですよ。ロウ君、あの、はい、こちらのお店の料金システムを教えてもらってもいいですか。わ、はい、かりました。この一段見たらわかる料金表、はい、はい。一般と会員と女性と学生、はい、あ、なるほど。うちは女性の方と学生さんはだいぶ安いです。だいぶ安い。会員より安い、はい、だから学生さんと女性の方は会員にならないくてもここで安い。なるほどなるほど。女性の方と学生さんは大歓迎で。うん、なるほどね。一般の方で1時間が、ね、約80円で、はい、会員になるためには、会員になるためには年間2160円、2160円で1年間の会員のパスポートがもらえると。そう、はい、660円。そう、延長は10分単位で2時間、3時間パックも利用したらお得です。あ、あるんです。2時間パック、3時間パックもあるんですね。あ、しかも2時間パックは店オープンからクロスまで全部使える。へぇ、はい、女性学生は540円。これだいぶ安いな。安いですね。女性学生の方は本当ここ最高ですよ。540円でビリヤードできるこの環境でね。しかもロープロもいます。ロープロもいる、はい。ちなみにロー君がじゃあこちらにいらっしゃるときはレッスンなんかもやってもらえるんですか。もちろん、ここはプレー以外にはレッスンも教えてます。ほほ、私やってるのは日体、はい、ハイブリッドメソッドレッスン、はい、台湾昔コーチから教わったのこと、とトッププロとして実践的に試合学んだのことを合わせて、一番皆さん分かりやすくの教え方、はい、そう、基本コース4時間。そう、次回1月で4時間予約いただいて、はい、それで2回
1回2時間ずつで教えます。あ、なるほど。一気に4時間分を予約していただいて、はい、1回のワンレッスンが2時間単位で行うと、はい、そうです、はい、料金はおいくらぐらいになるんですか？料金は43,200円。ってことはワンレッスン大体7,000円か。あ、なるほど。しかもあの制度さんに合わせて、一番必要の練習方を作ります。あと私週3しか練習できない、うん、毎回2時間、うん、そういう分練習のペースに合わせて課題を作る、うん、なるほど。なるべくモチベーションと技術上がるように、なるほど。僕、はい、これなかなか日本で見ませんが僕台湾で遊びた時、台湾の玉屋には絶対ありましたよ。これ絶対あります。これあれですよね、だからボールクリーナー。ボールクリーナーね。そう、これ日本で見たら初めてだな。金子さんはビリヤードを始めるの時代はこれはない、昔もないですか？日本昔もないですよね。これ日本あったんですか？これないですよね。あ、昔もないか。そうか、台湾ね、ほんと昔からある。昔からあるんですか？僕はもう脅威でしたよ、はい、毎回台湾に遊びに行ってね、僕ビリヤード行ったんですけど、はい、毎回ボールをこれ入れて磨くんですよ、はい、しかもうち今投入したのはこのね、ボールね、1個個別で入れて、はい、従来のそういうボールクリーナーは、はい、16個入れて回すときで、そうそう、回すガラガラってなってますね。ボールは摩擦でボール小さくなる、ちっちゃくね、削れてくれますもんね。そう、うちこれね、しかも賢いよ。ボタンを押すと外回し1分、内回し1分ずつ賢く、それでこの押した時点、店員さんは持ってきたらあとボールこの中置くだけ。けどこのワックスを効いたボールのせいで僕は試合で出しミスばっかりなんです。まあその辺も今日はね、ちょっといろいろレッスンで教えてもらいたいと思います。お任せください、はい。